東京都立産業貿易センターは、東京都が主に産業を振興を目的として、開設している施設。浜松長官と台東館の2館があり、それぞれ展示場、会議室の貸し出しを行っている。公式のものではないが、都立貿易センター、と参謀などと略して呼ばれる場合がある。運営団体は、公益財団法人東京都中、小企業振興公社、 都立産業貿易センター台東館、地上9階、地下1階からなる。地下1階から地上7階までが台東館にあたる。8階と9階は台東区民会館という別の施設になる。かつて台東館は台東産業会館という都産謀とは別の組織だった。台東館としては4階から7階に主な展示室がある。 2014年4月1日より大規模修繕のため休館し、2015年4月13日に営業再開した。ほか、会議室2室2020年に竣工東京ポートシティ、竹芝オフィスタワーの地上2階から5階の部分に開設。旧都立産業貿易センター浜松長官かつては1983年に竣工した地上6階。 地下1階からなる独立した建物となっていた。当時は6階は特徴者関連施設となっており、2階から5階に主な展示室があった。しかし後年、東京都が実施すると、あり地活用事業、都市再生ステップアッププロジェクトの対象となり2015年9月30日限りで一時、閉館、2016年度中に取り壊された後、隣接する旧東京都公文書館、 東京都軽量検定所跡地と一体で再開発が行われ、2020年9月14日に再開発事業で新たに建てられた東京ポートシティ、竹芝オフィスタワー内で営業を再開した。ほか、会議室3室2015年9月30日、以前の旧浜松長官は以下の通りほか、会議室7室浜松長官は1982年頃から、 回東館は1979年以後週末を中心に同人誌即売会場として施設の貸し出しを行っている。2007年に成人行動人誌を扱うイベントに対して貸し出しを拒否する事例が出ており、同年10月22日付の読売新聞、産経新聞でも報道された。ありがとうございます。